さてさて、やってまいりましたのが JR 新大阪駅でございます。これから敦賀港フェリーターミナル、まあ敦賀駅に向かうんですけれども、乗り込みますのは最終のサンダーバード49号、金沢行きとなっております。ということで、新大阪を出てから1時間20分ぐらいですね、定刻通り22時14分敦賀駅に到着いたしました。いや、いつもねこのフェリーに乗るときね、最終のサンダーバードでこの敦賀に来るんですけども、寝過ごすのが怖くてね、金沢まで行っちゃったらもう帰ってくる手段ないですからね。いつも起きてるのに必死なんですけれども、今回もなんとか敦賀で無事下車することができました。でここからフェリーターミナルまでは送迎バスも出てるんですけども、もうこの時間はねバス行っちゃった後なので、駅前のタクシー乗り場からタクシーに乗って、まあだいたい10分15分ぐらいですかね、敦賀港フェリーターミナルに向かいます。ちなみにですね、先ほど言いましたあの送迎バスは敦賀駅前22時発ですね。だから私が到着する15分ぐらい前に出発しちゃったということになります。というわけで敦賀港フェリーターミナルに到着いたしました。非常に近代的な建物、フェリーターミナルの後ろにフェリーがドーンと見えておりますね。今ファンネルだけちょっと見えてますけどね。ということで22時30分新日本海フェリー敦賀ターミナルに到着です。さあ早速ターミナルの中でね、乗船手続きしようかなと思ったんですけど、やっぱり船みたいじゃないですか。ということでターミナルの脇からですね、船の近くに寄ってまいりました。本日乗船いたします、こちらが新日本海フェリーアカシアでございます。船の前景、デカさに圧倒された。あとはですね、ターミナルの中で手続きをしてちょっと待とうと思います。23時55分発ですね。で徒歩同乗者、車の同乗者の方は23時15分から乗り込めますよということで、もうあとね10分ほどで乗り込めますんで、ターミナルの2階にあります待合室に向かいたいと思います。この1階ね、今正面に見えてたのがチケットカウンターになっております。その他1階にはですね、まあ休憩スペースだったりとか、あとショップもありますね。まあ10時ぐらいに多分閉まっちゃうと思うんですけども、ショップもございます。で2階に上がってきて正面に見えてるのがレストランなんですけれども、まあいつもこの乗船する時間はねもうレストランやってませんのでね、いつかこの敦賀港フェリーターミナルのレストランでご飯を食べるというのが僕の密かな夢です。はい。で正面に見えてるのが3階の乗船口に向かうエスカレーターですが、まだちょっとね早かったのでしばらく休憩をして、さあ時間になりました、23時15分になりましたので乗り込んでまいりたいと思います。いや、いつもねこの敦賀港フェリーターミナル2階から3階に上がるこの瞬間ね、思い出すことがあってですね、2年ぐらい前ですかね、痛風の発作が起きてですね、めっちゃ足痛い状態で歯を食いしばってね、ここから乗船していったことがあったんですけども、その日のことをめちゃめちゃ覚えてますね。うん。まあね、コメントとかでよくね、痛風大丈夫かとコメントいただくんですけどね。ありがとうございます。もう無事ね、発作はずっと起きておりません。いろいろも対処しておりますんで、大丈夫でございます。ということで、船に乗り込んでまいりまして、今回スイートルームということで、まずはカウンターに行ってですね、お部屋の鍵を受け取るのと同時に、お食事がついてますんでね、そのお食事の時間なんかのご案内を受けて、いよいよお部屋に向かいましょう。乗り込んだのが4階ですね。今回のお部屋6階になりますんで、まあ、階段でねせっせと運動不足をちょっとでも解消しながら登ってまいりました。階段登って向かいがコンファレンスルーム、映画をね上映しているお部屋がありますけれども、翌日13時と16時からペットファンタスティックビーストというね2本立てでございます。翌日もろもろの都合が合えばですね、ぜひ鑑賞したいと思いますという感じのね、このザ・新日本海フェリーというね感じの船内でございますけれども、今回のお部屋はですね、スイートルーム001号室薄物というお部屋、まあ懐かしいというか、この薄物のお部屋に乗るのは、まあ、3回目ぐらいかなただいまという感じですけどね。次回乗るときはね004番までありますんで、ぜひ違うお部屋に指定して乗ってみたいなと。まあ指定はできるんです、お部屋ね。うん。
さあここからですね、毎度おなじみお部屋紹介なんですけれども、もう分かってるよと、過去から動画見てくださってる方いらっしゃると思いますが、しばしお付き合いください。はい、ということでツインベッドルームになっております。こちらダイニングテーブル、変わったことといえば右側のボード、後で紹介しますけどね、上に何も置いてなくなりましたね。でこのね、曲線のソファ、これがね居心地がいいんですよ。ただゴロンと寝るとなるとね、ちょっと体の体勢をね作るのが難しい上級者向けのねソファーですねでお部屋専用のバルコニーがついております。でこちらがバスルーム等々になっておりますね。で洗面台にはアメニティございますね。最近ねプラスチック製品もうお部屋に置きませんよなんてホテルとかね、あとまあグループの阪急フェリーさんなんかもねそういうシステム取られてますけども、バッチリ置いてあります。でこちらがナイストイレでございます。毎度おなじみナイストイレとからの回り右をしますとバスルームがあるんですけども、やっぱりこのスイートルームのバスルームっていうのはね、おなじみは窓ですね。そしてこのアカシアはツインシャワーシステムと、あのシャワー右と左同時に出してね、でクロスさせて、そのクロスのとこでお湯を浴びるとね気持ちいいとかそうじゃないとか、うん、僕もやったことないんでわかりませんけどねでこの窓開けますと外がもちろん見えますね、窓ですからね。ただまだ出航してないんでね、今お風呂に入っちゃうとこの状態でね、外から丸見え状態でございますよ、ということで出航してから大海原を眺めながらお風呂に入りたいと思います。そんなバスルームでございました。さあリビングに戻りましょう。テーブルの上にリモコン2つありますけどね、あれ1つはテレビ、もう1つがね DVD プレイヤーがねこの辺にはあるんで、そのリモコンでした。でこちら冷蔵庫と書かれているんで、当然中には冷蔵庫が入っております当たり前ですね。で冷蔵庫の中には新日本海フェリーさんオリジナルのミネラルウォーターが2本ご自由にどうぞと、これありがたいですね。でお隣にもまだ扉があるんですけど、そこにおつまみ入れとは書いてないんですけどね、おつまみ入れでございますはい。であとちょっとね暗くてなかなか映ってないですけれども、コーヒーと紅茶とお茶それぞれのセットが入っております。まあね、コーヒーだけとかお茶だけとかありますけど、紅茶まであるんですよね、という充実の飲み物でございます。ちなみにお湯を沸かすポットはですね、あの右奥にありますデスクの方にございます。もうすでにお湯沸いてましたね。でこちらがクローゼットになっております。広々したクローゼット、一番下にはねバスローブが2着入っております。そしてハンガーとリセッシュ、まあ、鏡もありますんでね、お食事に行く時のメイク直しにもどうぞと、そういうクローゼット広い部分ゾーンです。で、その左側にその半分ぐらいの大きさの細いゾーンがあるんですけれども、まあ、ここにはナイトウェアが2着入ってましたね。一番上には救命胴衣が2セット、うん、残りのとこはおつまみとか缶詰とか入れとくにはちょうどいいですね、うんでこちらがスリッパ、荷物置き場があってデスクがございます。大きな鏡もありますんでね、ドレッサーとしてもどうぞという感じ。そしてスイートルーム、お食事がついております。この翌日の朝食昼食夕食、このお時間になったらなんとお部屋まで持ってきてくださると、これがねこのお部屋の一番の素晴らしいとこかなと思います。もちろんお部屋だって素晴らしいですよ。この船内でのんびり北海道に帰りたいと思います。さあバルコニーまだ出てなかったですね、寒いんで最後に撮っとこうと思ったんですけども、バルコニーこんな感じで非常に広いですね。ここでござ引いてね、ゴロゴロもできる、まあ冬はしないですけれども、そんなバルコニーから眺める敦賀港フェリーターミナル、うだうだしておりましたらいよいよ出航のお時間がやってまいりました。お月さんが綺麗ですね。ファンネルから煙がもく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 と出てきて、さあいよいよ行くでということで、定刻の23時55分ですね、新日本海フェリーアカシア敦賀港フェリーターミナルを出航でございます。まあ、ちなみに翌日には苫小牧東フェリーターミナルに20時30分に到着するということで、20時間35分の船旅ですね。もうほぼ丸1日、しかも夜中に出てますから、明日の朝から夜までこの日中を船内で過ごすことができるというね、僕の大好きなこの航路、いよいよ出航いたしました。まあ夜なんでね、前を見てもただの真っ暗やないかという感じですけれども、さあ楽しんでまいりましょう。
ということで出港を見届けた後は船内行かなきゃいけない場所があるんです。そうです、2つ下のフロアにですねショップ売店があるんですけれども、出港してからね30分ぐらいでね多分閉まっちゃうんですよ。なので早いこと言ってあれを買ってこなあかんと、今晩のお供を買ってこないかんということでね、2つ下4階のフロアに向けて階段を降りてまいります。まあ実はこれね1回財布忘れてね、取りに帰ってるんですけども、そのあたりはもうカットと。で降りてまいりました。この4階のフロアにはショップ、今から行くねお目当てのショップとインフォメーションカウンターの他にも、まあ自動販売機コーナー、今正面に見えてますねがあります。あとマッサージチェアが置いてある部屋とゲームコーナーがあったりします。自動販売機のラインナップはこんな感じですね。一番左がタバコですね。でソフトドリンク、ソフトドリンク、お酒、お酒、セブンティーンアイスのカップラーメンという感じになっております。さあショップ早いこといかんとですね閉まりますからね、向かいましょう。今晩の晩酌用のですねレモン堂とおつまみを買いに参りました。もうあるかなないかなとか心配しなくたって大丈夫です。もう正面にドンと 5%7%7% とっていうねラインナップで売られておりました。もうすでにね1本か2本売れてましたね。どなたがお買い上げくださったんでしょうか。僕は別にコカ・コーラの人間ではないのでねですけども、仲間が増えて嬉しいなと。でお買い物を済ませてお部屋に帰ってきて、バスタオルとフェイスタオルを持ってですね大浴場に向かいたいと思います。一つ下のフロア5階にある大浴場なんですが、まあ、冬の寒い日なんでねのんびりとゆったりとお湯に浸かりたいなということで大浴場に向かいます。5階に降りてまいりまして、この通路をね進んでいきますと、一番奥に見えてるのがレストランです。でレストランの手前に男湯、その手前に今右手に見えてます女湯がありますよということでね、出港してから1時間ぐらいでねもうお風呂も閉まっちゃうんで、出港してからのこの1時間がまあ忙しいんですよ。ショップに行ってお風呂に入ってみたいなね感じです。でこの大浴場なんとねもう出港してから30分後ぐらいかなに入ったので、貸し切り、誰もいらっしゃらなかった。これはもうね最高でしたね。もう好き放題ですよ、まあ、別に好き放題って何するわけでもないんですけどねお湯に浸かってまいりました。ということでお部屋に戻って、まず1本目から始めてまいりましょう。レモン堂 5%、 まあ毎度のことですけどね、お風呂にのんびり浸かってポカポカでお部屋に戻ってきたらレモン堂の最初の1本すぐなくなるんですよ。もう何でしょうね、飲んでるというよりも染み込んでいく感じですよ。そんな感じで1本目さっさとなくなっちゃいましたんで、2本目は 7% をねちょっとスローなペースで飲んでいきたいと思います。まあ、このままねごく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 ね3本4本5本と言ってもいいんですけども、2本ぐらいが一番いいかなということです。さあ1品目のおつまみ、こちらプチンミのホッキ貝ひも。プチンミというねシリーズなんかたくさん出てましたね。他にもねホッケとかですね鮭とかねいろいろ出てました。でこのホッキ貝の干物、なんだろうちょっと酢が効いた感じでしたねというものをいただきますが、これがまあ美味しい。イカくん、イカくん製の感じのホッキホッキ貝干物、でも貝の味ですね。うん、これはうまいなんて感じでね、あのご満悦で食べております。いや、やっぱお酒が進みますよね、ああいうこう珍味系っていうのね。さあ次2品目がこちらのね北海道雪ショコラキラ雪というねチョコレートになってます。このチョコレートもね非常に上品なんですけども、カカオニブというねカカオのなんか実なのかな、ザラザラっとしたものも入ってるんですよ。これがねいい食感になってね美味しい。でこのチョコレートとレモン堂っていうのはやっぱ合いますからね。うん、美味しい。何を見せてるんでしょうこれ。カカオニブっていうのを見せたいんでしょうね。カカオニブが入ってます。カカオニブですよ。ミルク、ミルクですけどね。ホワイト、ホワイトバージョンもあるみたいですねこれね。うん。美味しいこのチョコレート、こちらもご満悦、どん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  7% が進みます。よっしゃやるんすか、これはやるんすか。
やっぱりこの北海道雪ショコラキラ雪、ね、ミルク味、粗挽きしたカカオニブとほんのりビターなチョコレート、北海道雪ショコラキラ雪とプチンミ、プチンミホッキガイヒモやるんすか。でもひょっとするとでもなんかチョコレートのこのビターなコクのある感じと、うん、貝なんていうのは合うのかもしれない。ね、この交換してね。はい、いただきましょう。これはね、うん、ダメ。今までまあいろいろやってきましたわ。いろんなこうタッグマッチをね、タッグマッチじゃないな、うん、思わぬこう発見があったりとか、うん、案外これいいねっていうね、うん、いろんなことやってきましたけど、これはね、ダメです。はい。もうそれぞれの味でもない。このプチンミ、ね、結構お酢が効いてるんですよ。お酢が効いてる系の、ちょっとまあ、燻製いぶされた感じもする。そして貝の磯の感じもするものと、まあ、ほんのり甘いチョコレート。ね。一つも合わないですよ、これは。これはね。これでダメです。うん。やったらあれですよ。一緒に食べたらダメというわけで、それぞれを食べると、むちゃむちゃ美味しいんですよ。うん。これは、混ぜるな危険と。いうことでね、もう一緒に食べてダメ。1個ずつ食べたら本当に美味しいんですよ、これね。酢がね、ちょっと効いてて美味しい。ということで、今回は、大失敗と。ね。それぞれの味もしませんと。それぞれで食べましょうっていうね。至極真っ当な結末となりました。はい。いや、参った。はい。ごちそうさまでした。本当に皆さんね、毎度毎度お付き合いありがとうございます。さあ、お時間が1時50分ですね。もう、外海に出まして石川県に差し掛かろうというところですが、揺れチェックこんな感じです。まあ、プルプルはちょっと大きめ、左右の揺れはそんなにないかなという感じです。揺れてるなとあんま気づかない感じですね。ということで、もう2時になりましたんでね、さっさと寝てしまいましょう。ツインベッドのうち海側のベッドでおやすみなさい。おはようございます。8時9分でございます。船はですね、もう佐渡島の遥か沖ですね、こちらを北上しております。もう日の出から1時間ぐらい経ってるんでね、すっかり明るいですけれども、曇り空、そんな日本海を北上しております。まあそこから20分ほど経ちますと、お部屋に朝食が運ばれてまいりました。朝から素晴らしい朝食でございます。寝起き30分でも食欲の湧く、そんな朝食。まだまだ温かいクロワッサンとデザートのフルーツ、そしてベーコンとハム、ソーセージスクランブルエッグ、野菜の付け合わせでもって熱々のスープとサラダと、これぞお手本のような洋朝食という朝ごはんですね。まあ本当さっきも言いましたけど、寝起きでも全然いけます。ペロリでございます。やっぱ美味しい朝食をね、いただくと一日が充実するなということで、充実の第一歩、二度寝をしておりましたらね、ボーっていうすげえ汽笛が鳴ったんで、なんやと思ったら、ちょうどですね、姉妹船の浜那須とすれ違うとこだったんですね。その汽笛交換の汽笛でバッと起きてね、我ながらナイス反射神経、パッとカメラを持ってですね、窓際に行ってその雄姿を収めることに成功いたしました。
なんてことして遊んでおりましたら、11時45分、秋田県と青森県の県境ぐらいに入ってきましたね。この辺りに来ると非常に天気が良くなってきました。相変わらず海はね、凪状態、静かな日本海をすごいスピードで北上しております。そこにやってまいりましたのがお昼ご飯です。このお昼ご飯もね、どうですか？お昼ご飯のレベルじゃないですよね、これね。こんなお昼ご飯がね、お部屋に来るんですよ。カニのグラタンでしょ。で、その上にあるのが豚の角煮でございます。あのマスタードがついててまた美味しいんですよ。ローストビーフです。豚の横に牛ですね。で、その下が海鮮の串焼き盛り合わせと、ホタテとか粒とかタコとかエゾアワビなんかもありますね。で、そのお隣右側に行きますと、お造りの盛り合わせ、あの白身は何だろうな、あとイカと、あのちょっと隠れてますけどホタテも入っております。で、さらにカニと、あと下にあるのはナスです。それをポン酢のジュレで和えたもので、ご飯がイクラ丼になっておると。こんなことがあっていいんでしょうかね。で、お味噌汁とお漬物とデザートのグレープフルーツとチーズケーキがついてましたね。これはね、もうね、食べ応えあるでということで、いただいてまいりましょう。まずはお刺身いきましょうか。ね、イカのお刺身、お醤油をたっぷりつけて、それをバウンドですよ。イクラ丼でバウンドして口に頬張って、いや甘いねと、イカ感を堪能した後はもうゴソッと、ゴソッとイクラ丼をすくって口に頬張ると。イカのお刺身をイクラ丼で追いかけるっちゅうね、これはなかなかできない体験ですね。で、その後もね、こうタコを食べたりしとったらですね、いやもうたまらんと、酒や酒酒持ってこい状態になりましてね、まあ、お土産用に買ってやったこのリンゴチューハイを飲むことにしましたね。日本酒とか飲みたかったんですけどね、ここでベロベロになると困るんでね、この北海道余市が今激プッシュしているリンゴですよ。このリンゴの果汁がね 15% も入ってるね、ザ・リンゴのチューハイ、リンゴのほっぺ、これをねお食事に合わせていきたいと思います。いいですね、ちょっとこってりしたら、あのリンゴのチューハイでさっぱりすると、まあ、いい組み合わせなんじゃないかなと思いますね。さあ、どんどん行きましょう。このカニグラタンです。僕グラタンがねめっちゃ好きな、ホワイトソースが好きなんですよね。ホワイトソースのまったりした感じが最高にカニとも合いますし、リンゴのほっぺとも合います。あと3本ぐらい買ってきたらよかったなという感じですね。さあ、次はローストビーフ、これも肉厚、美味しかった。そしてお隣の豚の角煮も中まで味が染み込んでます。箸でスパッと切れる柔らかさ、うん、バラ肉最高なんていうことで、食事をね一人でうんうんうん言いながら食べておりました。いや、外の景色も相まってね、美味しかったです。ペロリでございます。で、豪華な食事の後はやっぱりリラックスタイムやでということで、大海原を眺めながらのお風呂タイムにしたいと思います。バスタブにお湯を張りまして、ドボンとお湯が流れていく穴をですね、足でこう封じ込めながら肩までのんびりお湯に浸かっております。で、この窓がね縦に非常に長いんで、空をこうやって見上げることができるんですよ。まあ非常に気持ちのいい30分を過ごしまして、暑いということでベランダに出てまいりました。出てきた瞬間サブってなりましたよねでも外の景色もね、お風呂から見るのもいいですけども、こうやって風を浴びながら眺めるのも気持ちいいわけです。相変わらず海は非常に穏やかですね。で、空を見上げるとこんな感じ、船旅をしとるねというね、ひしひしとね感じます。もう日が傾いてきてね、夕方になってまいりました。で、こっからですね、もうお部屋の中でソファーでゴロゴロしながらね、テレビを見ておりました。そんなことしておりましたら15時ですね、いよいよ津軽海峡に差し掛かった頃なんですが、外を見るとですね、これわかりますかね、猛吹雪なんですよ。えらい、さっきの天気どこ行ったみたいな感じですけどね。で、こう吹雪とかになると外に出て行きたくなるこの悪い癖、うん、後で寒い言うの分かってんのにね、吹雪、海の上の吹雪ってなかなか体験できへんなということで出てまいりました。で、案の定寒いつね、すぐ戻ってきてソファーでゴロゴロしておりましたら、外はもう暗くなってきましたね。ただいまのお時間が17時22分、津軽海峡抜けたあたりですかね。
で、案内が出てましてね、20時15分頃の入港予定ですと。15分早まるみたいですね。残念。なんてこと思ってましたら、本日最後のお食事が運ばれてまいりました。晩ご飯こんな感じです。チーズとコーンと枝豆とトマトと何かのタルトですね。一口で食べれて美味しかったですね。これはサーモンかな？のカルパッチョかな？これが、じゃがいものポタージュだったような気がします。はい。で、これはわかります。これはステーキです。この舞茸のソテーがね、むちゃむちゃ美味しかった。もちろんお肉もね、美味しかったですよ。で、そのお肉の上にはクリーム系の味付けをされたホタテとお魚とキノコ、アスパラ、そしてムール貝的な貝でデザートですね。いろんな洋菓子店のねプリン食べてきましたけど、このプッチンプリン系のプリンがね、子供舌の僕にはちょうど合うなという感じですね。早速いただいてまいりましょう。このポタージュがねもう絶品でしたね。で、出来たてなんでもちろん熱々なんですよ。で、出来たてといえばお肉も焼きたてを持ってきてくださるんでジューシーですね。焼き加減もちょうどいいです。で、もちろんね、このシーフードなんかももう熱々ですという感じで、素晴らしいディナーでございました。もう外は真っ暗で何も見えませんが、ペロリでございます。で、食事が終わったもう2時間後ぐらいにはね到着しますよということで、苫小牧東港フェリーターミナルが見えてまいりました。まあ、ご飯食べた後ねだらーっとしてたらもうターミナルが見えてきたんで、慌てて荷造りをして下船の準備をしてからね、また改めてこうやって見ております。で、ここに台形のなんか山みたいのがありますよね。これ何かというと雪ですね。除雪した雪を、まあ、海にじゃんじゃん掘り込むこともできるんでしょうけどね、まあ、あそこに溜めてあるということですね。という冬の北海道に帰ってきたなぁという感じ。帝国より15分早かったですけれども、20時15分、明石屋は苫小牧東港フェリーターミナルに到着いたしました。さあ、ほぼ丸1日を過ごしたねこちらの薄物のお部屋ですけれども、いよいよ下船になります。もう本当にこの出発した直後にお風呂とあと売店ショップに行った以外はね、お部屋の中にずっといましたからね本当にもう引きこもり状態で満喫した船旅だったんですけれども、いよいよ下船となります。で、下船の時にあれと思ったんですけれども、いつもの下船口じゃないところにねこう案内されたんですよ。で、どこ行くんやろうと思ってですね、ついていきましたら車両後半に出ていきましてね、そこに止まっているこのワゴン、ハイエースにじゃあ乗ってくださいと、ありゃりゃりゃと思ったんですけどね、この日がなんだろう、搭乗船の方が少なかったからなのか、それともね、このアカシアが苫小牧東港のターミナルのあのボーディングデッキに規格が合わないのか、それとも何か他の理由があるかわかんないですけどね。でも、この車両後半からワゴン車ハイエースに乗ってですね、連絡バスのすぐ前までね、こうやってピタッとつけてくださったんですよ。なんかわからんけど、ありがたいなという感じでしたね。で、ワゴン車降りまして、すぐ前に止まっております南千歳行き、 JR の南千歳駅行きの送迎バス、こちら1200円になりますけど、こちらに乗り込んで、だいたい南千歳までは45分ぐらいですかねのバス旅がスタートいたします。まあ、フェリーターミナルの周辺はですね、もう本当に何もないので真っ暗な中をずーっと走っていく。で、千歳市に入ると空港とかね、いろんな明かりが見えてきて、今前方に見えてる明かりが JR 南千歳駅でございます。ということで、9時10分15分ぐらいかな、南千歳駅に到着しまして、ここからは JR に乗って札幌に帰りましょうということで、今回の動画は以上になります。まあね、こんな動画今後も出していきますんで、もしよろしければチャンネル登録してですね、次回以降の動画楽しみにお待ちいただけましたらと思います。ということで、今回も最後までご視聴どうもありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。ではでは、さよなら。